今回は一番最初に走り出したのハイサギだけど、イサギ以外だったら誰が一番最初に言ってたと思う？に対する読者の反応集を紹介します。関係ないけど、このシーン本編エピナギどちらもブルーロックの起爆剤って感じがしてすごい好き。個人的にハシドウゴールにかける重いハイサギと同じくらい強そうだし、斬鉄理由反射神経が良くて足が速いから。斬鉄派あれだな、ボケーと話聞いてて周りが走り出してから。何かけっこか、負けないぞ。でもうダッシュだと思う。誰だろう、あの演説で即いけるやつだから。バチラ指導そのあたり、潔のイメージが強すぎる。最後まで行かないのもナギとレオのイメージしかない。斬鉄派走ってお上歩いてそう。関西ユース組もゆったり入ってるのが想像できる。一番ではないだろうけど、ライチも走って入ってそう。エピナギのライチだよね。背後の話をちょっと笑顔で聞いてるから、やってやらって感じで走り出してそうではある。ブルーロックの1さんがどのタイミングで向かったのかは最大の謎。割と早い段階で向かったと思うけど、おそらく走り出すほどの熱量はないと思う。エピ投げ読む前、ハリンハイサギとの対比で最後かと思ってたんだよね。無理と思ってるリンが走っていかないだろうなっていうのは同意。リンちゃんさん目線でこのシーンみたいな。リンちゃんさん走っていった、それとも歩いていった。やはりエピソードリンが必要か。エピソードリンやってほしいわ。走っていくのは恥ずかしいと思って歩くリンちゃんさん、嘘俺のランク低すぎってなるリンちゃんさんが見たい。リンちゃんクラスなら順位がダミーだってことに気づいててもおかしくないと思うが、それはそれとして、俺の順位低すぎ。こんなだから兄ちゃんにもいらないって言われるんだなって落ち込むリンちゃん派みたい。リンちゃん実力あるから、自分の実力がこんなもんじゃないとはわかりそう。でも頭いいわけじゃないから、見る目ねえな、この順位決めたやつと思ってそう。リンちゃんが英語の演説を聞いてどう思ったのかだよね。日本代表博士って葉っぱかけられて乗り気になったのか、兄貴を潰す手段としてブルーロックを利用してやるかって思ったのか。多分後者だろうけど。ご視聴ありがとうございました。